あ、ニコニコしてる高西さん行っちゃいましょうかね。はい、どうも。はい。今の佐々木さんのお話に続いてなんですけども、まあ、そういう意味では、この肝心の本尊賞を、まあ、久しぶりで申し訳なかったんですけれども、学ぶ旅で、もう本当に全然違う宗教に入ったっていうのを、いうことをですね、非常に深め、そのために、深まっていくなと、たまたま、聞いたことあるお経を、昔からやっていたもので、まあ、本当に全く何やってきたんだろうなと、まあ、まあ、申し訳ないですけど、この今いる6人、豊田さんも含めてですね、釈迦の数、あげたお題目の数も含めていくと、もう一番中途半端で、だけど一番さ、もう根性においては一番最初に南無妙法蓮華経に出会ってるのは、この中じゃ、私なんですよね。そうですね。私が一番1歳の頃なんで、私はもう記憶にあろうがなかろうが、私が一番、長い、豊田さんよりも、鈴木さんよりも、中川康さんよりも、はるかに長いですが、一体何やってきたんだろう、俺の人生っていうぐらいの話で、確かに正代中も、今、佐々木さんのおっしゃる通り、私も、まあ、とにかく、雑念に覆われた正代ばっかりで、まだまだ借金があと5時間半ぐらいあるので、今日ちょっと穴埋めしようと思ってたんですけども、なかなか雑用に追われて穴埋めもできず、やっとお寺に行って、やっと今夕方、やっと今日の、まあ、ノルマ達成って言い方おかしいですけど、やっと1時間上がったっていうような状況でございまして、まだまだ、そういう意味では本当に中途半端な修行ばっかりで申し訳ない限りだというふうには思うんですけれども、まあ本当にとにかく修行ということをやっぱり常に頭から話しちゃいけないなっていうふうに感じたのと、先日あれこの前回の時に途中で、あ、違う、なんかミーティングだったんですかね。なんか学会員が不意に選挙前に訪れたっていううちにも、行ってきました。まあまあ、私も、まあ、向こうも突然の訪問で、こっちも突然の訪問しちゃったので、まあ、お互いにちょっと話が噛み合わないから、じゃあまた後日ねと。また後日ってちゃんと約束しましょうよということで、きちんと電話番号と、もう、LINE も一応交換してきまして、まあ、しっかり、地区幹事さんとかなんか言ってたんで、まあ、そういう意味では選挙も終わったし、一回ゆっくり、話させてくださいよと。まあ、コロナもありますけれども、それなりの場所で、まあ、表だったら表でもいいし、しっかり、話させてもらいたいということも、伝えてきました。それと、もう一度、何でしたっけ。以前に、豊田さんには言ったことあると思うんですけども、横浜の、まあ、支部の婦人部長やっている、まあ、友人っていうか、まあ、前、昔の取引先の、営業さんなんですけども、女性なんですが、仏法は勝負とか言ったお姉さんです。お姉さん、おばさんですね。ちょっと私も随分忘れられないポーズだったので、思わず、まあ、相当記憶に残ってるんですけれども、まずその方とも、まあ、とにかく、まあ、その方も随分、まあ、忙しい中、豊田さんの、私があまりにもしつこく言うので、YouTube をいくつか見たらしいです。見ると、やっぱり、怒りの気持ちが湧き上がってくると。まあ、それはそうだと。それは、あなた方の信じてる本尊を偽と言ってるんだから、それは怒って当然なんだというところで、まあ、この方も、まあ、選挙も終わったし、もう一回ね、またこっち、私も横浜に出向きますから、ぜひとも、また、
仏法の話をさせていただきたいということで、まあ、ちょっといつになるかわからないけど、今年中には必ず一回都合をつけますという約束をいただいたりだとか、本当にまだまだ全然、結果に結びつくようなところではないんですけれども、まだまだまた中途半端な招待も、ではある、ありますが、まあ、とにかく、馬の尻尾に振り落とされぬよう、頑張っていくつもりでございます。以上です。よろしくお願いします。まあ、いよいよ、この、今年も、半期終わって、後期に入りましたから、まあ、なんとかね、今度は、一年が一人が一人の尺幅、一人ないし一人以上の尺幅をね、本当にこの心力、行力を持って、達成する、この、まあ、なんつうのこれ、第三コーナー回って、この向こうのまっすぐの通り、手前の通り、よくわかんないけどさ、そのことにだんだんなってくるわけですからね、追い込まれないうちに、1抜け、2抜け、3抜けをしていかないと、後ろ行くたんび苦しくなりますから、そういう点で、まあぜひね、この辺が、そういう意味ではこの7月1ヶ月招待っていうのは、なんつかな、このブンっていう、ブンって力を上げる大きなご机下の、やっぱり、ご慈悲っていうか、ご指導だと思いますからね。よろしくともどもに。私は何と言っても佐々木明彦を超えなきゃ今年は超えられねえぐらいな勢いでございますから。皆さんもね、ぜひ、まあ本当に一人はなんとかさ、本当にやりましょうよ。我々、この少数の6人がやらないことには、何たって、甲虫全体が動くわけはないわけで。まあ、ね、特に、あれですわ、この元気のいい高西さんが、バチンとこの決めた日にはこの波動は大きいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。はい。そしたら、